ここは？何なの？凍れる時の世界、次元の頂点者ウロボロスの世界。それじゃあここが世界の果てだよ。あれからどれくらいの時が経ったのか。なんだ、頭に直接響いてくるよ。再びこの地に人間がやって、神々が定めた法に従わず、己が欲望に身を任せ、やはり人の世は滅ぶべきか。私は錬金術師の末裔です。遥か昔、知恵の行く先と力の極限を求め、ここに至った人間。あなたの怒りに触れ、世界を狂わせてしまった錬金術師の末裔です。そして眠れるあなたを今また起こしてしまった。その錬金術師の責務を果たしに来たものです。責務を果たしに来た。はい、その者は人として純粋すぎました。知らないことを知ろうとする心、未知なる力に憧れる心、誰かに褒めてもらいたい、認めてほしいという心、すべての人間の中にあるその心に純粋すぎたのです。それが過ちを犯しているのだ。私たちが不完全なものとしてここに存在しているから、人は神になれない。あなたのようにはなれないのです。心を抱えて生きる人間たちを知ってほしいのです。そなたはその死の烙印を施した者を許そうというのか。はい、あの人の気持ちは今ここに私と共にあります。私わからない。完全を許容し受け入れることなど。聞いてくれ、俺たちは戦いに来たんじゃない、話に来たんだ。エッジ、何か来るよ。やるしかないのか。
生き残れ。あなたの出番だよ。決めるぞ。魂まで焼き尽くせ。ビシバシ行くよ。えい。次元断裂。行きなさい。魂まで焼き尽くせ。
魂まで焼き尽くせ！ビシバシ行くよ！
参れば。決めるぞ。魂まで焼き尽くせ。爆流エンド。総流氷土。ビシバシ行くよ。気合入れていく。次元断裂。いけ。で。奈落樹印。行きなさい。
まずいな。よっ。信頼エッパー。け、まずいな。やれるわけにはいかない。約束したんだ。俺は。この呪いはウロボロスとつながっている。時が来なくてもウロボロスが消滅すれば。私の命も消える。そういう呪いなの。あの人は二重の保険をかけておいたのね。私がウロボロスに手を出せないように。なんとかならないのか。ごめんなさい。でもね、エッジ、もしウロボロスと対峙することになったら全力で戦って、世界とみんなのために、何よりも私とあなたのために。エッジ！頼む、話を聞いてくれ。俺たちは世界を何とかしたいんだ。大切な人と世界を守りたいんだ。ウロボロス、この思いは同じじゃないのか。少子、愚かな人間が何を言う。愚かな人間だから願うんだ。間違っていても繰り返しても、その先の未来を。もうやめて。もういい、もういいから。ハッチ、ありがとう。この鎖は私が、そもそもの罪が私たち錬金術師の血筋にあるのなら、私の命でみんなが救えるなら。イリス、お願いです。私の命で、この命で、どうか私たちの世界を。ここはいつもの。いいえ、ここは魂を帰還する場所、原初の世界。魂の帰還。私死んじゃったの？そうではありません。ここはこの世でもあり、この世でもない世界。世
精神と心の世界です。分かったような、分からないような。あなたはいつも私に語りかけてきたあの声なんですか？そうです。よくここまで至りましたね。教えてください。あなたは誰なんですか？私は一人の錬金術師。過去このウロボロスの元にいたり、エルスクーラリオの力を借りて最初の封印を施した愚かな錬金術師の一人。繰り返すこの封印の歴史を作った一人。錬金術師。イリス、あなたに問います。あなたは何のために学び、何のために力を身につけるのですか？何のために学び、何の…私はみんなを助けたい。他者のために。そうなのかな。誰かのために努力するのも苦悩するのも、私が笑顔を見たいから、私が笑顔になりたいから。みんなの笑顔を見れると私も嬉しいじゃないですか。過剰な英知は必要ない。ただ今ここの私の大切な人を幸せにできればいい。自分のためでもあり、人のためでもある。それは長年私が求めていた答えかもしれません。イリス、あなたのその思いに全てを託します。私の残る全ての力を使って、その思いウロボロスに届けましょう。これがエルスクーラリオの最後の奇跡。お行きなさい。あなたの大切な世界と大…はい。さようなら。さようなら、エルスクーラリオ。イリス、あれでよかったのか。俺は、ま、エッジ。なんだ、寝るか。どう。光が、光の柱が。光の柱。光の柱がまた現れたんだって。そんなバカな。あれはイリスと共に消え去ったはず。現れるはずがない。まさか。きっとそうだよ。場所は。ノエーラが知ってる。ギルドだな。行ってくる。Thank you.
ネルから話を聞いた。ノエルは奥でエンジさんをお待ちしてますよ。あ、すまない。必死ね。そりゃそうだよ。ノエラ、ネルから光の柱がまた現れたという話を聞いた。どこだ、教えてくれ。あらあら、そんなに慌てちゃって。あ、すまない。いいわよ、その気持ちわかるから。そうですね、珍しい顔を見ることもできましたし。イニシエの森バルテッサ、そこで例の光の柱を見たという情報が入ったわ。奥の石碑の近くだそうです。行ってみますか。当然だ。じゃあ気をつけて。あ、なんだ。待ってたんですよ。私はちょっと近くに来たから暇つぶしにね。ああ、なんでそんな嘘言うんですか。フェアさん、私より前から待ってたじゃないですか。余計なこと言わない。あ、みんな待ってるってことで。あ、行ってくる。光、行ってみよう。何も起こらないか。そうだよな、そんなに都合よく行くわけないか。言えると思ったのに、今度こそあいつに言えると思ったのに。イリス、エッジ、エッジ、聞こえる。
イリス。イリス。エッチ。Thank you.
たかったことって何？ああ、そうだな。俺は